こんにちは、山ちゃんです。いつも見ていただきましてありがとうございます。今日はご報告がありまして、なんとチャンネル登録者数が100人突破しました。皆さん本当にありがとうございます。まずやっぱり100人を目指して動画を作っていたので、100人突破はすごく嬉しいです。本当に皆さんありがとうございます。今日は100人突破ということで動画を撮らせていただいてるんですけれども、まずですね、私が YouTube を始めたきっかけなんですけど、今年はYouTube をやろうっていうのがこの1月1日の新年の目標、皆さんも決めてますかね。この目標で、今年は YouTube だということで、新年の目標で決めてました。それでフグの仕事もありますんで、休み明けとかも動画は撮ってたんですけど、しっかり動画に向き合ったのが、1月の15日ぐらいからですね。で、今が7月の15日なので、半年間100名突破に、約半年間で、100名登録させていただきました。フグを中心にいろいろ動画を上げさせていただいてるんですけど、なかなかですね、テーマも思い浮かばず大変だったんですけど、動画をやっぱり回数を重ねていくとですね、やっぱり動画の編集力っていうんですか、やっぱ最初は素人なのはもう見え見えなんですけど、動画の本数を重ねていくたびに、こう自分の中でこう形っていうのができてきたり、じゃあこの前これできたから、次新しい技じゃないですけど、新しい動画の編集方法をやってみようかなって、Google 検索していろいろやったりとかですね、動画の編集する力が自分の中で少しずつですけどついてくるのがこう楽しいなと思ってきました。で、次はもちろん200人を目標に、YouTube を、やらせていただくんですけど、やっぱり皆さんにですね、楽しんでもらえるとかですね、ためになるなとか、そういう動画をですね、作らないといけないなということで、もう日々ですね、何か YouTube のネタがないかなということで考えています。で、これからもですね、YouTube を通じてですね、皆さんに、見ていただければ大変嬉しいなと思ってますんで、引き続き、下関フグ屋山ちゃんをよろしくお願いします。ということで、今日は YouTube のチャンネル登録者数が100名突破しましたということで、動画を撮らせていただきました。引き続き皆さんよろしくお願いします。今日は以上です。ありがとうございます。